すごい、まさか豹変するんだ。今までそんななかったですか。今までこんな霊気を、つうかこんな心霊で感じるのってそうねえもん。怖いって言っておしっこ出そうなぐらい怖い漏らしそうっていうぐらい怖いと思います。ああ、だけど俺の緊張感のなさ、見えないもの、そう、あれ見えないのは幸せかもしれん。今回昼間あんなやつあんなんだったっけな、女の子と思って。いや、不思議だな。別人、最初別人やと思ったんだけどなあれなんやろな、不思議だな。でも別人と見間違うぐらいには何か邪気をまとってましたか。いや、寂しそうに座ってたって言わんかったっけ俺。うん、お昼の時は、うん、だよね。うん、そう言ったよね。まあなんか一人でなんか体育座りして待ってるみたいな、そんなあれだって、うん、すごい、こう言っちゃなんだけど目力がすごい。目力がすごい何やったらあの目力が、すげえ。それを見た瞬間俺も怖いって前に進めんかった。別に年、見た目が変わったとかそういうあれじゃないんだね、オーラなんだ。いや、目力が違う。2回目だから何か警戒してくるのか俺ら、かっちゃん。分からん。それか、あのお昼にいっぱい人、分からん、今どうしてなんか触った、カメラに映ってないするか、こんなもん。ちょっと待て、お昼に人がたくさん来てたのか原因なのかな。原因なのかな、なんかやってたのかな。後ろ髪光ってる。これ、うん、後ろ髪ないもん、もうやめろ今、ほんと、こんな感じ。ああ、ぐっとなんか、髪引っ張られる感じ。やめて抜けるじゃあ、やっぱりあの女の子がボスなんだな。全然違う顔だったぞやべえ、多分、まあ、オーブです。オーブが同じ場所で何回も映っとるわ。おお、これな、どうやったら撮れるんだろうな。この画像を何とかして撮ってやりたいんだけどな。でも小学生ぐらいの女の子ですよね。小学生、そうだな、うん。その子がすごい寂しそうにこっちを見て体操座りしてたって俺言ったやん、うん、お昼の時は、うん、それがすごい、もう どうなる、あ、なんか俺あの漫画でもすげえ目つきが悪くなるっていう、うんうんうん、豹変した女の子の絵ってあるやんあるね、うん、その絵だと思えばいい。ヤンデレ化してる、なんかやったんかな昼間。みんながわらわら来ててあれってことですよね。荒らしたんかな。すごい豹変してた、すげえ怖かったもん俺はただ撮影に来ただけだっていうことをずっと問いかけて、で進もうとするしたやん、うん、うわっ寒いってなるやん知らん、帰れってシガすげえな、ヤンゴルのシガってシガなんかあちこちになんかボスやばいボスがいるね。わあ、これだけ豹変したのはちょっと面白いな。でも今日はさすがに俺も怖くて登れんかったね。それは言っとく、偉そうなこと言っとるけど俺怖くてビビったもん。今までビビってもなんとか行ける余裕があったけど、今日ビビって余裕がいけんかった。カッコつけてムイ君がこれ以上いけないからと思ったけど、ほっとしとったくらい。そうだね、多分これがなんていうの、平べったい場所だったら俺は多分ズカズカ進んでる俺今の今回の、うん、あれだって平たくて一
ってもつかつか行かないと思う。うん、多分なんかここより先はアウトっていうラインまではギリギリまで行って突っ込んでみようと思ったんだけど、もう怖さと寒さで、怖い寒さあるやん、なんちゅうやん、こういうの、あの夜やん、霊が近づくとゾクゾクっとする、うん、背筋が凍る的な、そういうあれやん。そうそうそう、それそれそれ、こればっかはイメージしてもらうのはみんな伝わらんと思うけど、あそこよりひどいと感じた俺、朝鮮トンネルの最初のあの首絞められそうになった時、あれよりあれよりもゾクッと寒さが来る。嘘やん、あそこもだいぶやばいのにあれより、それも近寄ってないんだぞ。あ、やっぱりあの奥の方の上の方の奥の方から、そうそうそう、多分動いてない。そう、あそこからほぼほぼこっちを見とるんだけど、目つきがもう全く顔の表情が違うから違う人やと思ってたんですよだけど昼間感じ取ったあの霊と一緒の感じやったから、うん、間違いないんだけど違うのよ本当に、ね、見下ろすように怖い目つきして、うん、もうこれ以上立ち寄らないでっていう。ほんで問いかけたのにこいつなんでって言って、うんうんうん、ただこうやってこう見下ろす、うん、こんな感じこうやって目つきがこうなって、貞子だ貞子だって言って首振るだけ。ああ、もう語りたくもないと。分からん、すげえ怖かった。あの顔を見たとき俺は怖かった。わー、風かな、頭が痛い。あの事故よりはマシなので、一回怖いんだったら止まってください、マジで。あー、ほんとすげえ。朝鮮トンネルは近寄ってゾクってして怖かったやん、首絞められた感じ、うん、今回違う、車の中で頭触られたから嫌だな。車の中いないよね、ダンタに行ってもわからんもん。でも感じるのだよな、何でも。カメラは撮らなくていいけど。大丈夫です。今自分のやつはもうジャケ払おう。でも肩とか腰が痛くなってないっていうことは、おお、害を与えるためではないっていうのは分かる。もう本当に来ないでほしいだけっていう。そうそう、そこで守ったからなんとかなったんじゃないかな。これでズコズコ行ったら多分俺なんかするやろ。多分あの山道を無事に降りれてない。ムイ君がね、キャーン滑ってズトンと尻もついて怪我したりするんだよ。ムイ君までね、守れる力って上げれんやん、これ以上は。まあ、下手に上げるとまた別のものを作るから。そうなると、ギリギリだから、もうちょっとの怪我はまあ辛抱せえっていう感じだ